ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは、東海道新幹線東京駅です。今現在ここに止まっている電車は N700S、 7月1日にデビューしたばかりの新型の車両でございます。今回入場券で東京駅に入りまして、今回ねこの電車をちょっとね見ていこうかなと思います。乗るのはまた別の日になるんですけども、まあとりあえず見た目だけ見ていこうということになりました。よろしくお願いいたします。まずは N700S の顔、結構ね N700A と違ってくるんですが、ヘッドライトも変わります。こちらが、東海道新幹線で初めて使用された LED ライトが採用されました。こちらが N700A でございます。ほらパッと見で結構変わるでしょう。後ほどねあの N700S と A が、並んでる動画がございますので、そちらでも比較してみてください。東海道新幹線の中ではこれね13年ぶりのフルモデルチェンジということで、結構大きな話題となっている N700S のこの S というのはスプリームから、スプリームの頭文字から取ったもので、意味は最高とか究極とかそういった意味を持ちます。今回の N700S というのはやはり東海道新幹線の中で最高ランクの新幹線だということが現れております。そしてこちらがグリーン車です。グリーン車もね従来の N700A とまた異なってくるんですね。はい、ポケットとかね結構デザインとか、ね、ちょっと変わってくるんですけれども、こんな感じでねなかなか快適で豪華な作りとなっております。 N700S のグリーン車です。そしてこちらが N700S の、自由席普通車の座席となります。 N700A と違って通路側にもついにコンセントがつきました。そしてこちらが N700A の自由席です。見るからに違いが分かりますよね、色というかデザインか、そんな感じでございます。そしてこちらが N700A と S、 明らかに顔の形が違いますね。東海道新幹線の N700S は6代目となります。1代目初代が 0系、 2代目 100系、 3代目 300系、 4代目 700系、 5代目が N700A、 そして今回の6代目 N700S となっております。ということで東京駅を N700S が出発、そちらをお見送りいたします。 N700S の、紹介はこんな感じとなります。今度ね紹介するときはきちんと乗りたいと思います。ということで今回は N700S デビューしてからちゃんと間近で見たの初めてなんで、いろいろとご紹介させていただきました。ということでご視聴ありがとうございました。